FM 皆さんおはようございますこの時間はリリンリンタイムののお時時間間ですこの時間は中部倫理法人会の提供でお送りいたします。毎週月曜日のこの時間に一人一人が楽しく自分らしくハッピーに過ごせるよう皆様にお役立てていただけるヒントをお伝えしていきたいと思います。今週のお相手は FM コザの池城恵です。この後10時26分までどうぞお付き合いください。 さあさあさあ,さあえっ、ー、とねもう1月の21日ということでもう1月もう新年明けてもう下旬もうそろそろ1ヶ月が経とうとしているわけなんですけれども皆さんいかがお過ごしでしょうかもう多分ね正月気分も抜けてきたんじゃないかななんて思うんですけれどもまあ九州の、ね、方はもうちょっと とね2月の頭ぐらいかなくらいにね、九州を迎えますけれども、その準備とかもあるのかなと思いながら、はい、私はまあ、新章なんでね、<laughs> そのままあの行くんですけれども、ねえ、もう、あっという間に1月も終わっていくんだなと思うと、せかせか、なんかうーん、しちゃうなっていう気持ちもありますけれども、皆さん、いかがでしょうかね。さあさああ 沖縄地方なんですけれども今日うはまあ雨がちょっと午後降るということではあるんですが FM 講座の前の天気もねもう雲が覆ってどんよりという感じですね、はいまあ、ちょっとどこかで雨が降ってるのかなっていう感じもしますけれども FM 講座の近辺の上空はまだどうにかどうにか持ちこたえているというような 感じです気温もね少し、えー、低くなってきて、えー、体調も崩されてる方がね結構私の周りでも多くてねあのインフルエンザがすごい多いよ振るってるということで体調管理、ね、インフルエンザねもう私も2回ぐらいかかったことあるんですけれどもきついですからね、はい、あの予防接種もね受けて少しはねあの かからないように予防っていうものもねやっていかないとななんて思いますけれど皆さん予防接種受けましたかねとかなはいなのでね風邪も結構ね流行っているようですので体調管理しっかりねしていきたいなと思いますけれども、はい、今週、まあ、今週じゃないねえっ、ー、とそうそうそうそれで、ね、周りにも 風邪、インフルエンザっていう方も多くて、ラジオ局ですのでね、この FM 講座もたくさんの方が出入りする場所なので、まあ、そこはね、あのー、なんだろう、衛生上というか、そういうものも徹底していきたいなとは思ってますけれども、はい、皆さん、お気をつけてくださいね。それでは、えー、ちょっと普段とは違う、あのー、 スタートとなりましたけれども、今日も元気よく、ね、リンリンタイムお届けしていきたいと思います。それでは、えー、本日のオープニングナンバー参りたいと思います。小田和正、大丈夫 お届けしましたのは、小田和正のナンバーで、大丈夫でした。<noise> さあ、時刻は十時八分です。まもなく九分を回ろうとしている。 ところなんですけれどもお届けしているこの番組は中部に理法人会の提供でお送りしているリンリンンタイムお相手は FM 小けしろめぐみですさあ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 なんかね今日 FM 小さのね、あのー、機材の調子が良くなくてですねなかなかちょっとあれあれあれっていうところがあるかもあるあってですねリスナーの皆さんには「んん?」っていう。 ところもちょっとお聞き苦しいところもあるかもしれないんですけれどもなるべくなるべくなるべくはいあの触らぬように進めていきたいと思いますのでどうぞお付き合いくださいえーっとですねツイキャスからえコメントを頂い,いておりますのでちょっと紹介したいと思いますえっと「野の中の銀の蛍さん」そして米沢和夫さん ちゃんおかさん、大塚賢治さん、ひでさんいらっしゃっております。ありがとうございます。ひでさんはね、あの毎週木曜日の第 5& トモヒロアワーの、えー、ファンのリスナーということで、大阪に住,住んでらっしゃるということですね。4月13日の開演祭に夫婦で参加。 ししまますよーとといいいうことではい、コメントたただきました沖縄が好きでいらっしゃるのかなアイコンが海なんですけれども多分これ沖縄の海なんじゃないですかねわかんないですけど <laughs> はい素敵な、はい、アイコンなのでもしかしたら本人が映ってるのかななんて <laughs> お見受けしましたけれどもさあさあさあ番組進めていきたいと思いますこの時間はですね私もう本当にオープニングでしゃべりすぎちゃうのであの 時間がなくならないうちにですね、大事なことは先に、えー、紹介していきたいと思います。えっ、ー、と、本日もですね、職場の教養から、えー、お話を紹介していきたいと思います。それでは、1月21日の月曜日のですね、ページをめくってみました。それでは、紹介いたします。ご機嫌斜め上 A さんは職場の先輩との関係に悩んでいます。先輩の機嫌が良い時は相談する際,に相談する際の気持ちにゆとりがありスムーズにことが運びます。しかし機嫌の悪い日は大変気を使い恐る恐る相談します。なぜならその日は必ず説教をされるからです。一方別の先輩とは馬が合います。 その先輩は不機嫌になることはほとんどありません。相談にも心力を応対してくれ、安心して仕事ができます。何より余計な気遣いをしなくて済むのです。人は誰しも調子の良い日もあれば悪い日もあるものです。その日の気分や起きてくれることに起きてくることに左右され、不機嫌な態度や表情を振りまいていると自分にも周囲にも負の影響を与えてしまいます。 その道のプロであるならその,日の期限にその日の期限に影響されずやるべき仕事に傾注する強さが必要でしょうそして周囲に余計な気を使わせていないか時々自己点検していきたいものです「今日の心がけ、期限に左右されず仕事に全力投球しましょう」 ということなんですよね。いやーあのー、まあ、リスナーの皆さんにもねあの打ち合体してる方ももしかしたらねいるかもしれないですね。何より私があの、はあ、っていう今気持ちでなんていうのかなこのこの言葉打ち合体って言ってしまえばねあのー、あれなんですけれどもなんだかねああ,あ,あみたいな。 ちょっとそういうい気分に今なっていま,すまあねやっぱり仕事だけで生きているわけではないのでもちろんプライベートもある,あるじゃないですか私たちって人間って社会人ってその中でプライベートの中で起こっていた仕事とは関係ないことで、えー、まあね家庭だったりだとか友達とか。 でそういういのでちょっと嫌なことがあってはあみたいなことがあってでそれを、まあ、もちろんねプライベートと仕事っていうのはちゃんと区別しないといけないっていうのはあるし持ってきたらダメっていうのはあるじゃないですかそれはまあ当然って言ったら私もちゃんとできてるかどうかって言われるとうんちょっと疑問に置く。 に思うところもあるんですけれどもこの仕事の中でもねあのうまくいかなかったっ自分の中でだとは思うんですけど自分の中であこれこんなしたかったのに全然うまくいかなかった何であの人とはこういうなんであの人にはこの自分の気持ちが伝わらない何でこんなにうまくいかない何でこんなにうまく伝わらないっていうのがねあのもん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 と。 するるのがあるじゃないですか,、ね、なんかいろんな業種これ業種関係なくねいろんなパターンがあると思いますけれどもそういう気持ちでなるっていうのはもちろん人と人との関わりなので、うん、うまく伝わらないっていうのはしょうがないと思いますけれどもそういううまくいかないうまく伝わらない っていうこの機嫌の悪さああもう何でよみたいなそういうことを他の人にねあの悟られてしまうああの人機嫌悪いな今日ちょっとあんまり話この話したかったけど今日やめとこうかなみたいなそういうね余計な気遣いっていうのをさせてしまうのは ままずいいよよねねってうう今日のお話でではありました、はい、そうなんです分、ね、かってるんだけどもう自分の中では分かってますよそういう他の人にあのなっちゃいけないっていうのは頭では分かっていてもその時の自分って自分でなかなか客観的に見れないんじゃないですか自分が感情的になってる時って。で後から あもしかしたらあの時あの人は自分にこういう話をしたか何か話をしたかったんだら話したたかったんじゃないかなとかね後からあ自分ちょっと視野が狭くなってたなっていうのがあったりするんじゃないですかでああって思うんですけどもうん、うん、ねえ ななかなかねそういう時ってなかなか自分でも気づかなかったりするしでそれがちょっと続くともうあの人はあの人とはちょっと仕事上手うまくできないなっていうレッテルを貼られてしまうというかあの人ちょっと機嫌が左右されるからあの人と一緒に仕事するの嫌だなとかあの人と一緒にいたくないななんて。 思思思わわれれそううででるんんじゃなないかなって思うんですよね私がもし私自身がそういう人だったら資源に左右される人だったらで多分私の同僚はきっとそういう私と一緒に仕事したくないだろうなって思うし私の同僚でそういう人がいたらあんまり一緒にいたくないなって多分思うだろうし。だからね、そういういのをね なんか気づける自分でありたいっていうのもあるし今日どうしたのちょっと機嫌悪いんじゃないっていうのをストレートにストレートって言ったらおかしいけどねあの指摘できるような職場の関係でありたいっていうのもありますね。で言われた相手も言ったこなしてあのちょっと機嫌悪いんじゃないみんな空気悪くなってるよっていうのを素直に。 そうか自分ちょっと今自分のことしか見えてなかったんだなっていう気づきあそっかっていうのを素直に受け止められる自分でもありたいなと思いますね。ね皆さんなんかどう,どう心に刺さりましたかもう心,心に刺さったっていう前提で今話してしまったんですけれども。 <laughs> さあこの期限に左右されず仕事に全力投球しましょうどういうふうに映りましたでしょうか <laughs> えっと大塚健二さんからもコメント来てますねはい内容にもよりますが何か問題が起きた時には試されていると思うようにしていますお前にこれうまく着手できるかみたいですかね あでもうんあの分かりづらくてすいませんって書いてますけど分かりますよ分かりますよはいあのー、なんかこんなにうまくいかないなって言うという時って本当に試練だっていうことですよね神神様っていうんですかね宇宙からの指令というか今のお前にこれができるのかみたいなそのなんていうの 解決方法というかまあケンジさんの言う着地うまく着地できるかっていう言葉を使おうとしたらどう着地するんだっていうね試されてるわ、うんうん、かります,かりますそういうねあのうまくいかない時ってなんかもうあの人のその他の他の人のせいに従り、うん、しがちって言ったら 俺そんなことないしっていう人いると思うんですけどなんとなくあの人がこんなって言ったからだしみたいなねっていうのが少しあるじゃないですかなんですけどやっぱりそこはベクトルを自分に向けてこれは試,試されてるんだぞとっていうことをね考えるとでそれになると一気に客観的に自分のことを見れるのかなと。 思いますねでね今こうやって言葉と向き合ってやってるとうんうんって自分の中で落とし込めるんですけどいざそういう時になるとねどういうふうに行動できるかうん思考できるかっていうのもまたそれも試されてるっていうことよね今回この言葉をもらったのにもらったっていうのも何かメッセージですからねそういうのを素直に受け止めて これからのまあ職場というかいろいろといろいろな面でもうまくね活用していけたらなと思いますさあ、えー、今日の職場の教養は機嫌に左右されず仕事に全力投球しましょうという言葉でした皆さんもちょっとね頭に置いて気持ちをちょっと自分とね 一回向き合ってみてはいかがでしょうかそれでは一旦 CM 挟みましてこの後明日のモーニングセミナーのお知らせです さえー、っとリンリンタイムをお届けしております。残りあと三分ごろと三分ほどとなってしまいました。けれども、ここで大立なお知らせでございます。えー、っと中部倫理法人会声が、声が裏返っちゃった、失礼しました。えー、っと中部倫理法人会第千五百九十回、えー、経営者モーニングセミナーのお知らせでございます。さあ、もう。 改めましてこのモーニングセミナーねちょっとお話もしていきたいと思うんですが成功の秘訣は朝活ということでえ多くの成功者は朝の時間を有効に活用しています朝方の生活習慣を体得するとともにトップのトップが自らの生き方や会社の在り方を考え学ぶことを目的に経営者経営者モーニングセミナーを県内12か所で 各毎週開催していますまた県内1,200社の会員同士の交流情報交換の場にもなっていますということでこのモーニングセミナーね毎週紹介してるんですけれどもそういう趣旨のもとですね,ね行われているものなんですがえー、っと毎週開催しているということなんですが中部倫理法人会の方では火曜日毎週火曜日の朝 えー、6時から7時までですねモーニングセミナーを開催しております。そして1月22日火曜日明日なんですが、えー、講師野原宏さんです、えー。沖縄 TA センターの所長でいらっしゃいまして心理カウンセラーそして人材組織開発研究所の所長でもあられます。 そして明日のこのモーニングセミナーのテーマが「激動の新しい年今求められているリーダーは?」というテーマで講話をしてくださるということです。1月22日火曜日明日ですね、6時から7時参加費は無料です。場所はプラザハウスショッピングセンターの3階に。 三回のね、えー、ということになっておりますのでぜひぜひ皆さんはい、えー、ご参加のほどよろしくお願いいたしますお問い合わせ先は中部ー理法人会ですね、えー、まであのホームページもご覧いただけますので検索してみてくださいよろしくお願いいたします。 さあ、もう10時からお届けしてきました、リンリンタイム、そろそろお別れの時間となってまいりました。お付き合いいただきましてありがとうございます。えー、今週もいい1週間になりますように、リンリンタイム、この時間は、中部リ理法人会の提供でお送りとしました。お相手は FM 小座池代恵でした。また来週は山内さんが登場します。お楽しみに。それではまた来週です。さようなら。